そしてこれで第3組が終わりました。これからあと5組残っておりますが第4グループに入ります。ここで4分間の練習があります。今までのところではイサベル・デュシェネイ、そしてポール・デュシェネイがトップに立っておりますが、この後の組を見ますと五十嵐さん、はい、15番がマリナ・クリモワ、セルゲイ・ポノマレンコ、はい、そしてその後16番がイタリアのクロッチ・マントバーニ、はい、そして17番がフランスのモニオット・ラバンス、今場内沸いてますが、その後18番がリトアニアから出場しますドロビアズコとバナガス、はい、で19番目がアメリカのメイヤー・ブリーンですね、はい、この中で注目はと言いますと、まあ、やはりクリモワ・ポノマレンコ組だと思いますね。なるほど。今デュシネ組とそれからウソワ・ジューリン組と、はい、グリシューク・プラトフ組と、まあ、大体今第一課題の、まあ、途中まででこういう状況になっているわけですけれども、そこにですね、間違いなくクリモワ・ポノマレンコ組がですね、加わってくると。で、まあ、この得点によってはですね、順位が入れ替わる可能性はまだまだ残るということで、まあ、このクリモワ・ポノマレンコ組が滑ってみないと何とも言えないですね。なるほど、はい、今そのご紹介のありましたクリモワ・ポノマレンコ組はサラエボオリンピックで23歳と17歳という若いカップルでですね、アイスダンスとしてはすごく若いメダリストだったんですね、はい、3位で銅メダル持って、その後カルガリー行ったら銀に変わったんですよね。そうですね、順番から言うとここで金になるところなんですがねまあ、とりあえずこの世界選手権オリンピック、はい、もうずっと続いてきてますので、はい、まあ、このレベルがですね、もうとにかく上っていく一方なんですね。特にこの EUN の選手たちはですね、はい、伝統的な部分もありまして、ええ、非常にその滑りも良くなってきています。大体 EUN の選手の場合は表現力の方、それから基礎技術から入るんですが、そこから先の技術の応用力の方が一番、まあ、素晴らしいところだと思うんですが、まあ、そういう意味でもこのベテランともいえるクリモワ・ポノマレンコ組もですね、まあ、楽しみですね。アイスダンスは20年前の札幌オリンピックではまだなかった種目です。オリンピックはその後の1976年のインスブルックから始まりましたので、これはアイスダンス5回目になります。3回ソビエトが優勝、1回イギリスが優勝しているのが皆さんも覚えてらっしゃる方多いと思いますが、サラエボの時のトービル・ディーンです。しかし五十嵐さん、初めの頃ペアと区別のつかないようだったアイスダンスがですね、はい、何かそこではっきり違い、だんだん見てる方が分かってきた。そうすると最近のアイスダンスは何か競技というよりもこのリンクの上で氷でできた舞台の上でこうドラマを演じているような雰囲気に変わってきましたね。まあ、それがありますので、はい、ちょっと衣装のですね、規定とかですね、はい、あるいはそのスポーツ的な、要するにダンスとしての要素を持っていけな、いなければいけないようなですね、ルール上に要するにそういう過度になりすぎないようにということが逆に明記されるようになりました。あ、そうですか、はい、パソドブレの場合ですとまだこの、なんか切れ味というのがありますけどね、はい、この後こう2回目のブルースになるとですね、はい、非常にまた雰囲気が変わってくると思いますが、そうですね、ステップそのものが違いますんでね、はい、でもちろんその曲の雰囲気を表現しなければいけないということですので、まあ、雰囲気はガラッと変わると思います。パソドブレ、ブルースが 2つ採用されてますが、はい、4つあるうちの2つをオリンピックが使うってことですか。そうですね、この他に、はい、今回使われなかった曲としては、はい、タンゴロマンチカとウィーニーズワルツですね、はあはあ、というのがございます。そうすると大雑把に分けると、あとこの他ワルツと、あとタンゴがあるということですね、はい、そのうちパソドブレとブルース、これはもうアルベルウィレー来てから決まるわけですか。今回の要するに抽選で決まります。あ、なるほど。